三章の中に、甲の野ざ四つ、花菱不船長、市川駒蔵は、歌舞伎役者の名跡。野号は、甲来屋。縄門は、初代と二代目が三章の中に、甲の野ざ、二代目以降が四つか両、八代目以降の替右門は、不船長。昭和まで十代を数える。本来は、甲来屋の門人が名乗っていた名跡だが、二代目。 駒蔵が宗家を継いで四代目、松本幸四郎となったことから、これが、松本幸四郎に先立って襲名される名跡となった。松本幸四郎はそもそも、市川宗家で、市川團十郎の後継ぎが絶えた時には養子に入って、これを継ぐという、控えとしての性格を持ち合わせた名跡だった。したがって、いずれ幸四郎になる駒蔵は、あるいは團十郎になる可能性もある。 大名後になった。いずれ団十郎になる、市川海老蔵とほぼ同格の重みを持つようになったので、ある。これを裏付けるかのように、古袋者だった七代目団十郎はその次男、三男を次々に、高来屋に出して六代目駒蔵、七代目駒蔵とした。七代目駒蔵は後に、成田屋に出戻って七代目、市川海老蔵を襲名している。さらに七代目、 甲子郎の長男として生まれた九代目駒蔵は、市川宗家に望まれて養子に入り、九代目海老蔵を経て十一代目團十郎を襲名している。ところがこの後、突然風向きが変わる。高麗屋では、市川染五郎がいずれ、松本甲子郎になる名石に固定化し、駒蔵を駆逐。成田屋でも、市川新之助がいずれ、市川海老蔵になる名石として固定化し、 駒蔵の居場所をなくした。この結果、続く十代目駒蔵は九代目、團十郎の門人だった三代目、坂東周長の次男、十一代目駒蔵は八代目、孔子郎の部屋子という、本来の門人系の名跡に戻ってしまった。六代目駒蔵と七代目駒蔵は共に、三代目、新之助を名乗っているが、新之助代々に数えるのは七代目、コマの方。詳細は、 一川新之助の項を参照されたい。このページは人名の曖昧さ回避のためのページです。同名の人物に関する複数の記事の水先案内のために同じ人名を持つ人物を一覧にしてあります。お探しの人物の記事を選んでください。このページへリンクしているページを見つけたら、リンクを適切な項目に貼り替えてください。ありがとうございます。